バシーリー・アレクセイヴィチパシケーヴィチは18世紀後半ロシアの作曲家。ロシアオペラの初期を代表する作曲家の一人であり、後のロシア国民学派の発展にも影響を与えた。サンクトペテルブルクの宮廷楽団でバイオリン奏者を務め、1783年にコンサートマスターとなる。ロシア宮廷合唱団では声楽も教えた。 1780年から1783年まで、サンクトペテルブルクのクニッペル劇場のオーケストラ指導者を務め、同劇場や宮廷のエルミタージュ劇場のためにオペラ作品を書いた。また、パシケービチが活動した時代は、エカチェリーナ2世の知性にあたり、エカチェリーナ2世が執筆したオペラ台本や儀曲にも作曲した。代表的な作品に、箱馬車の風雲。 主戦やつ、サンクトペテルブルクの市場などのオペラがある。パシケービチのオペラ作品は、小市民階級と結びついて、ロシアの濃度性を皮肉に笑い飛ばした内容となっている。このほかロシア正教会のための教会音楽も残している。ありがとうございます。